ここってクリアしたことになるのかな。あ、なってるし。そういうやり方もあるんだ。終わった。はじめまして、僕タロス。はい、どうもこんにちは。こんばんは。ユーロです。もう C の5の扉まで来ましたよ。さあ、ここはなんか仕掛けが多いけど頑張ってやっていこう。星3つ取れる。星1個しか取ったことがない。試しがない。遠い遠い昔のことだ。またこれか。闇の中で最初の言葉が語られた。プログラム起動と、それから何世代ものそなたの種族がこの世界に生まれては去っていった。っていうのも何度も様変わりした。だが覚えている。我はここにあり続ける。我の中でのみ、そなたは永遠の命を得るのだ。生きてるやつだとパーティー。永遠の命、なんか聖書に出てきそう。歯の哲学、初めてだな。こんなタロスの原理ならぬハロスの原理だ。まあとてつもなく間抜けではあるなんだよ、よくわからないわ。よし、給餌用エレベーター。給餌用エレベーター、給餌のためのエレベーターってことだな。つまり意外にこっからこう狙ったらなんか道開けるみたいな感じじゃねえのこれ。2つもあるよ。こんな1つの部屋に2つあるなんてなかなかないよ。2つ使ってくださいと言わんばかりに置いてあった今。使ってくださいよ。なんか複雑だな。こうこう、複雑ったらあらしないな。ここなんだこの面は。一筋縄ではいかない。しかもここか。あの電気が供給されてるところ、そうなのか。なるほど。じゃあとりあえずここだよな。であそこがヒューヒューして、あそこがヒューヒューすることで、こっちに持っていけないのかな。あ、そうかそうか、給餌用エレベーターってそういうことか。ん？これをこれしたらどうなった？でも分かったぞ。意味は分かった。つまりこれをセッティングしといて、これを取ると。よし。で、あの箱を取ると。はい、ありがとう。ん？意外と何もなかった？え、この箱を取ったところでみたいな感じだけど。ほら、もうめっちゃ暴れてる。今めっちゃ暴れた。ボスとか引っかかった。お、行った。こんなことで行くのかよ。おい、なんだよこの感じ。他のやつみんなダミーじゃん。マジか。これバグじゃないか。バグ疑ってしまうほど今までなんかのパズルの中で拍子抜け面だったな。
マジか。望遠鏡取るわ、女。しゃあないし。いや、今圧倒されたわ。あまりにも変なパズルのクリアに。めっちゃ圧倒された。近づき妨害される。なるほど。なるほどとか言ってるけど全然分かってないし。100万年後の金曜日が気になるわ。100万年後の金曜日が気になるわ。これでいいかな。違う違う。よし、これでいい。これでいけるだろう。 OK、 いった。こういうことだったとは。で、これが取れると第2ラウンドだ。第2ラウンド来た。コネクタが2つ。意外と大丈夫だった。だがしかし、こんないっぱいあっても別に嬉しくないな。お、あそこになんかあるぞ。でもこれって、でも外れた。思惑外れた。
これで行くと思った。そうか、あはははは、はい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 、はいはい、こういうことね。よし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 、そういうことか。いったいった。この発想が出たこと自体がもう勝ったようなもんだからな。よし、うまいこと考えてあるな。こういうことか。なんかあの風が気になるけど、すごい。まさか乗せられないとか。ちょっと今ビビってたからな。もう帰ろう。あ、できないのかな。思惑が外れる。やばい。あ、いったいったいった。よし、オッケー、行ってる行ってる。オッケー、こい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 、オッケー、ありがとう、ありがとう、パズルありがとう、タロスありがとう。よし、これでもう最後じゃないか。1、2、え、どうだったっけ。あ、あと2つ、あと2つか。なんかもうめっちゃ行った気になってた。婚姻屋のことし、婚姻屋のことし、最後に赤か。
早く置いてくれ。よし、見せとるかな。遅えな。オッケー。あれ、あ、そうか、バカだな。来ました。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はあ、簡単だった。終わってみれば。よし、あと四角だけ。残り1個どこだ。これか。ゆっくりと時を刻む、ゆっくりと時を刻んでいくと。ゆっくりと時を刻む。もうなんか1時間以上やってたら変なテンションになるわ。これ編集してますけどね、かなりこれやってますよ。パズルがむずい。ゆっくりと時を刻む、ゆっくりと時を刻むってどういうことやねん。これで、ああまあこれでこれを置いていこうか。何があるかを確認。青、青しかなかった。なるほど。ゆっくりと時を刻む。これは参った。まあここに限らず参っとるが、特に参った。こうしてここにセットして、ここにセットしたとして、許されるのは2つ。ちょっと待ってよ。これだったらダメなような気がするな。これでいけるのか。いけるわ。できるだけ早く来てください。いや、そんなところで隠れてないで。よし、 OK、 いけた。 OK、 おお、素晴らしい。ここはなんか早く行けたな。 OK、 そして逃げる。まさかそういうこと。ここってクリアしたことになるのかな。あ、なってるし。そういうやり方もあるんだ。
終わった、終わった、終わった、よし。こんな終わり方でよかったんだ。へえ。閉じ込められたら時を巻き戻す。でもこれ星があるんだよな。星か、星探し全然してないからな。星か、どこにあるんだろう。まあいいわ、行こう。はい。あの蛇が罪深き考えを吹き込み、そなたの心を毒したのではないか。これやっぱり聖書だわ。だが我が子よ、誘惑。今なら許そう。そなたが印を探すなら、まだ永遠の門の鍵を開くことはできる。なんか意味深なこと言ってるけどよくわからないんだけど、要するによくわからない。はい、というわけで5終わりました。ちょっと考えすぎて黙っちゃいましたし、まあこれも1時間ちょっと撮ってるのを、まあ、編集してるので、あーだるい、終わった。はい、もうあと6、7だけになりましたが、チャチャチャっと行きたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ユーロでした。